現像。夏で原爆の日が近いからだけど、原爆を一回ねぶつけるっていうようなことの気分で、皆さんもう熱湯で現像するわけ。熱湯、昔のフィルム悪かったから、その流れかかったところをパッと止めたりとか、だから要するに撮ったものを壊してるわけ。東京というのは、まあ近未来何もなくなっちゃった、そこに花が咲き乱れるという一種の幻想みたいな。むしろ荒木さんの写真なんかのポッと一枚見て、あ、これ踊ろうとかね、まあ、裸の写真もあるし、花の写真もあるし、まあ、その辺にポッと街角を撮ってるあるのもあるし、そういうものの中に踊りが転がってるっていうかな。もうそういうこと、荒木さんの取材自体はやっぱりそういうずっとエロスと死っていう、荒木さんが意識する、それらと関わらず、もちろん意識されてるんだと思うんですけど、もう一挙手一動のように、そういうふうなものを、ね、まあ、遊んでるように見えて、祈りみたいなものも含めて、撮られているんだろうと僕はいつも思ってる。単なる写真というよりも、そういうことをガッと捕まえてしまう。いうある種の怪物性を持っている。私の場合はその墓場だから、遊び場が近所にその、墓場があったから、お墓がで、その墓場っていうのもすごく特殊なとこで、近くに遊郭、吉原という遊郭で遊女たちが、もう身寄りのない遊女たちが死んだら、それを嘆く寺っつって、ただポン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 そこに入れちゃうっていう無名の、そこでだから、うん、まあ色とさ、死っていうかさ、生と死が、うん、混ざり合って、幼年の時に、体に染み込んで、染み込んじゃったのかもしれない。だそれがずっと引きずってるね。それがやっぱり私の東京の原点で、東京の街っていうのはやっぱり生と死が混ざり合ってて、すごくいい。パッて表通りざわめきの声とか動いて、ポッて裏町入ると静止してて人がいなくて死んでるっていうか、それの混ざり合いが至る所にこう混在してるじゃない。ずっとそこに惹かれてっから、東京以外あんまり出たくないわけ。だからほらさ、ね、今ほら俺がずっとこう生きてって、なんか動いてるっていうかさ、言ってるのはモノクロームの場所に行って死を味わう、そしてカラーということに行って、ちょっと行って生を味わう、それ行ったり来たりしてる感じだね、今私のやってることは。